俺たちも行くぞ。いつまでもここでこうしていても仕方がない。無様だな、クリスティーナよ。いつもの威勢はどうした？なんだと。たかが世界がどうなろうと関係ない。己の研究と理論が成果として現れるのは、科学者として望むところではないか。あんたみたいな自称マッドサイエンティストと一緒にすんな、バカ。俺は自称ではない。自他共に認める。マッドサイエンティスト、ウォーン・キューマだ。はいはい、ワロスワロス。お、やっと自分がアットチャンネラーだということを認めたようだな。アットチャンネラーで何が悪い？そうやって開き直れる元気があるならば大丈夫だな。え？ここでそうやって気落ちしていたところで事態が好転するわけでもあるまい。岡部、あんたもしかして。勘違いするなよ。俺はただ、お前の頭脳と知識を、どこの誰とも知らん連中に利用されるのが許せんだけだ。それは、このラボと、そしてこの俺のためだけに使われるべきものだからな。ツンデレですね。わかります。やかましい！そんなことを言っている暇があったら、さっさと捜索するぞ。そうね。行こうか。行くぞ。ちょ、待ちなさいよ。こういう時は手を取るのがマナーだろうが。用って何？前置きはなしだ。実はな。助けてくれるの？他ならぬ京馬とクーニャの頼みにゃ。今日はこの通り仕事があるから夜まで抜けられないけど、明日でよければ捜索に協力するにゃ。ありがとう、助かる。あ、それからメイクインの常連さんにも頼んでみるにゃ。そうしてもらえるとありがたい。
一大事です。でも僕たちはそのお店を探すだけでいいんですか？ええ、14号機が回収されさえすればそれで解決するはずだから。これで頼める筋は全て頼んだ。あとは私たちね。そういうことだ。もう一度店という店を徹底的に探すぞ。え、わかったわ。はあ、ごちそうさま。クリスティーナ、落ち着かないのはわかるが、そうため息ばかりつくな。うっさいわね。ごめん、今の八つ当たり。まあいい、誰しもそういう時はある。うん、仕方ない。お前にいい言葉を教えてやる。俺の恩師がくれた大切な言葉だ。岡部の恩師？どんな言葉？諦めたらそこで試合終了ですよ。安西先生、さすがワットチャンネラー、開始が早いな。何が恩師の言葉よ、期待して損した。
から。違う！そうじゃなくて。ほら、明日は一日歩かなきゃいけないわけだし、そこじゃ疲れも取れないでしょ。だから、その、今日は。今日は、ベッドの上で寝てもいいから！いや、でも、そういうわけにはいかんだろう。私がいいって言ってるんだからいいの！しかし、この部屋の主は一応お前なのだから、その主を床で寝させるわけには。バカ！私が床で寝るなんて一言も言ってない！何？しかし、そうするとベッドの上に、え？だから、そういうことを言ってるんだ！言わせるな、恥ずかしい！するなよ。単にベッドで寝るのを許可しただけで変なことしたら即通報するからな。本当にいいのか？だからさっきからいいって言ってるでしょ。何度も言わせんな。岡部って、ずるい。ずるいとは随分だな。俺のどこがずるいというのだ？あんたってば、普段バカなくせに、時々すごく力強い言葉を投げかけてくる。それも、人が落ち込んでる時に限って。そういうの、ずるい。普段バカは余計だ。それに、俺はただ思ったことを言っただけだ。何も特別なことを言ったつもりはない。それがわかるから余計にずるいって言うのよ。ねえ、一つ聞いていい？なんだ？どうしてそこまで必死になって14号機を探してくれるの？知りたいか？うん。助手の失態は、ラボを代表する俺の失態でもある。それに言ったはずだ。お前の頭脳は、我がラボのために使われるべきものであって、外部に流出されるべきものではないからな。すぐそうやってごまかす。別にごまかしているわけではない。ただ、これがいくつかある理由の一つというだけだ。じゃあ、他の理由は？知りたいか？やっぱりやめとく。そうか。クリス。勘違いするな。別に変な意味じゃない。ただ、こうしてた方が電撃を心配せずにぐっすり眠れるでしょ。そう、
だな。うん。おやすみ。あ、おやすみ。というわけで、万世橋方面はルカ港、お茶の水方面は始発市に。それから、昭和通り側に関しては、バイト戦士が捜索してくれることになっている。フェリスちゃんは？フェリスは、顔の利く萌え関連の店舗に話をして、かわいいブラウン管に命を吹き込む前に、そうだ、おめえうちのバイト見なかったか。あの小娘、今日から店開けるって言ってあったってのに来やがらしねえ。なあ岡部、お前どっかで見つけたら言っといて。悪いがミスターブラウン、俺は今あなたとの無駄話に付き合っている暇はないのだ。あ、誰が無駄話だって？大家とのコミュニケーションも立派な。とにかく話は後にしてもらおう。俺たちは先を急ぐのだ。行くぞ、クリスティーナ。ええ。ああ、おい、岡部、てめえ、まだ話は終わってねえぞ。そうだ、昨日の夜遅くで苗があって、おい。
マユリカ！オカリン？どうしたの？マユリ、確認したいことがあるのだが、いいか？確認したいこと？何かな？お前の言うその店長さんの店、確かに秋葉原にあるのだろうな。多分そうだと思うんだけど。もう一度よく考えてみろ。その男は自分の店の場所をどこにあると言っていた？秋葉原にある店と言っていたか？思い出せ、マユリ！その男は何と言った？確か、近くでお店をやってるって言ってたような気が。近くでか。確かにそう言ったのだな。うん。秋葉原でと言ったわけではないのだな。多分、そうだと思う。そうか。わかった。では、引き続き捜索を続けてくれ。やったわ。できる限りのことはした。頑張った。それでダメだったんだから、もう。ふざけるな。え？精一杯やっただと。そういうことは最後までやったやつの言う言葉だ。岡部、それに頑張ったというが、結果の伴わない努力など何の意味もない。私はこれだけ頑張りました。一生懸命努力しました。でもダメでした。だからどうしたというのだ。そんなものはただの自己満足にしか過ぎないのだ。結果があって初めて努力は報われる。結果のない頑張りなど単なる無駄骨だ。徒労だ。結果が伴って初めて努力は評価されるのだ。クリスティーナ、お前には失望した。科学者であるお前がそんなこともわからんとはな。だからって、これ以上やったって無理なのはわかってるんだから、やるだけ無駄でしょうが。結果が伴わないと意味がないってあんた言ったな。だったら、結果が徒労に終わるってわかってることを今やめて何が悪い。無駄な努力は無駄だとわかった時にやめた方が、傷だって浅くて済むだろ。無駄かどうかまだわからん。
わかる？秋葉原だけじゃないんだぞ。見つかるはずないだろうが、常識的に考えて。そんなことはやってみなきゃわからん。もしかしたら、探して一軒目で見つかるかもしれない。この傘があれば、どこかに忘れてきても大丈夫ってことかな。あった。岡部？いきなりどうした？あった。あったぞ！場所のわかるガジェットだ！え？未来ガジェット9号機！ホーミングディーバー！はっ！誰か！オカリン、どうしたん？もしかして見つかった？いや、それより今どこにいる？すぐラボに戻れるか？え、あ、うん、割と近くにはいるけど、でもなんで？9号機だ！今すぐ9号機の動向を調べられるか？どうだ？ちょっと待ってて、今調べてるから。
ないとはどういうことですか？いや、それが確かに買い取った時にはあったんだけど、帰ったらなくなってたんだよね。段ボールに無造作に入れてきたから、もしかしたらどこかで落としたのかも。どこかでとはどこです？それが分かってたら回収してるよ。こっちだって代金は払ってるんだから。ああ、岡部凛太郎？ごめん、私店長に怒られて先に店に戻ってきちゃってた。本当はもっと早くに連絡しようと思ってたんだけど、ついさっきまでお説教くらっちゃってさ、なんか参っちゃうよね。いや、戻っているなら構わない。詳しい話は後でするから、今はそのまま本来の職務を続けてくれ。ああ、待った待った。実は電話したのはもっと大事な用があるからなんだ。大事な用？急ぐことか。うん、店長がね、昨日の夜一旦店に寄った時にベンチの下に何か落ちてるのを見つけたらしいんだけど、もしかしたらラボのものじゃないかって。落ちていた？ブラウン管工房のベンチの下に？落ちてたってどういうこと？もしかして14号機が落ちてたの？落ち着けクリスティーナ。バイト選手よ、それはどんなものだ？なんかアンテナがついた黒い箱みたいなものだって。14号機だ、間違いない。スズハ、聞こえるか？今すぐそれを確保。いや、その前にダルを。な、てえな。失礼、急いでたんだ。おい、てめえ、シーンの最前線に立つ。
すまなかった。ああ、すまなかっただそれが謝ってる態度が。どうした、何か言いたいことでもあるのか。土下座までして謝ってるのに、その上上から押さえつけるとか、それが男のやること？あ？なんだこの生意気な女は。何よ、私は当然のことを言っただけでしょ。おいおい、女だと思って調子に乗んなよ。俺たちは相手が女だろうが容赦しねえぞ。なぜならそれが男の中の男、伊達悪スタイル。つかよく見りゃそこそこいい女じゃねえか。なあ、そんな彼女の前で土下座するような情けない男ほっといて俺たちと来いよ。可愛がってやるぜ。バカじゃない、何が伊達悪よ。それのどこが男の中の男よ。情けない男、冗談じゃないわよ。あんたたちなんかよりこいつの方が何倍も何十倍も男らしい。おい、聞いたか、土下座男の方がかっこいいってよ。男も男なら女も女だぜな。あ、うるさい。こいつはね、中二病だし、いつもバカなことしか言わないし、傲慢で不遜でムカつくこともいっぱいあるけど、それでも本当に大事な時には誰かのために行動できる男なんだ。あんたたちみたいなマザーファッカーに情けない呼ばわりされる筋合いなんてこれっぽっちも。やめ、触るな、バカ。クリスティーナ、おい、てめえ、誰が立っていいっつったよ。大丈夫か。
と、もしかして。おい、お前らどけ。二人とも大丈夫かにゃ？私は大丈夫だけど、岡部が。俺なら問題ない。この程度かすり傷だ。それよりもどうしてあの場に？それにこの車はどうした？これはフェイリスの知り合いの車にゃ。今日はいろんなところを回らなきゃいけないって話をしたら貸してくれたのにゃ。それから、あの場所はモエニャンが教えてくれたのにゃ。始発師が…ラボ面同士の見事な連携プレーね。まったく、その通りだな。フェイリス、車をラボに。分かってる、もうすぐ着くにゃ。ああ、問題ない。あの、ごめんね。マユシーはまた。気にするな。マイルのせいじゃない。スズハ、ミスターブラウンは？それが、ちょっと目を離した隙に、どこかに行っちゃって。そんな。マユリ、時間は？え？あ、あと10分くらいで5時になっちゃうよ。おい、なんだなんだこの人数は。商売の邪魔じゃねえか。ミスター・ブラウン、こんな時にどこへ行っていたのだ。どこって、俺はないよ、うちに。てめえ、岡部、さっきは人の話も聞かねえで、どっか行っちまいやがって。あのな、昨日の夜、そこのベンチの下でって話よ。それだ、それはどこにあるのです。どこってことは、やっぱあれ、おめえんとこのだったのかよ。
どうりで妙なもんだと思ったぜ。そんなことはどうでもいい。早くそいつを渡してくれ。なんだよ、必死になっちまって。それが拾ってもらったやつの態度かよ。礼なら後でいくらでも言う。だから早くそれを貸してくれ。時間がないのだ。わかったから、そっ顔を近づけるなって。今出してやっからよ。確かこの辺りに、あれ、ここら辺に置いたはずなんだが。あったあった、こいつだ。こいつで間違いない。あ、誰、これで間違いないな。間違いない、そいつが14号機だ。おクリス、うん、危なかったにゃん。ギリギリセーフ。よかったです。なんだよ、おめえら全員揃って何なんだよ。では誰、タイマーを外して。ああ、どうしたの、マユリ。時計。何、時間。え、5分遅れてたみたい。クリス、待ってくれ、クリス。岡部、どうして。聞いてくれ、俺はバカだった。岡部、俺はこれまでずっと自分の気持ちに気づかずにいた。いや、きっと気づいていたが、気づかないふりをしていたんだ。でも今になって、お前がアメリカに戻ってしまう今になってようやくわかった。俺はお前に会うためにこの世に生まれてきたんだ。岡部、だから行くな、クリス。アメリカなんかに行かせはしない。俺はもう一生お前を離しはしない。うん、離さないで岡部。二度と私のことを離したりなんてしないで。離すもんか。岡部、凛太郎だ。凛太郎。クリス、
うお！無駄だお。これ秋葉中のアナログテレビに流れてるんだから。クリス、二度と話さない。話すものか。ジョン、その証をちょうだい。という事件が8月11日午後17時頃に起きた。幸いなことに映像が流されたのは秋葉原の、それもアナログテレビだけだったため、気づいた人間は少ないようだ。中には韓流ドラマか何かだと思った人もいたという。そのためテレビや雑誌で取り上げられることはなかったが、果たしてこの事件は何者の手によるもので、その狙いはどこにあったのか。本誌では引き続き事件の背後に隠された謎を追っていくつもりだ。だって。その記事をモイニャンが書いたのかにゃ。ね、頑張った。それだけじゃないんだよ、フェリスちゃん。ほら見て、関東のグラビアには。おお、ルカニャンだにゃ。マユリちゃん、やめてよ、恥ずかしいよ。どうして？可愛く撮れてるよ。でい、お前たち、ここは円卓会議の場だ。井戸端会議の場ではないぞ。ほら、オカリンも見て見て。これ、萌香さんのところで編集してるフリーのタウン誌だって。ルカ君も写ってるんだよ。だからマユリちゃん、恥ずかしいってば。それからあの時のことも、ほら。ふむふむ、ほんとだにゃ。でも、どうせあの事件のこと書くなら、こんな小さな記事じゃなく、写真入りでドーンと載せちゃえばよかったのにゃ。さすがに、二人のことをバラすのも、悪いし。それに、写真、ないから。あれ？でも映像のデータなら、橋田イタルが持ってるんじゃないの？それが、すぐにマキセ氏に没収されちゃったお。残念。ムまあまあ、ラブシーン見られたからってそんな照れなくてもいいじゃん。
怯えているのではない。俺は怒っているのだ。第一、あれはラブシーンでも何でもない。そこの恥ずかしい聴取が、恥ずかしく垂れ流した恥ずかしい妄想だと何度も言っているだろうが。本当、死にたい。大体世界が大変なことになるかもなどと言うから、どんな大層なものが記録されているのかと思えばあれだ。スイーツかっこ笑いにも程がある。なったじゃない、大変なことに。なっているのはお前の周りの世界だけだ。大体あんたが私が寝てる間に13号機を装着したのがいけないでしょ。だからといって何という夢を見るのだ。知らないわよ、夢のことまで責任取れるか。天才科学者なら、自分が見る夢くらい制御したらどうだ。できるか。というか、なぜお前はここにいる。アメリカに帰るんじゃなかったのか。恥ずかしくて外歩けない。自意識過剰め。うっさい。いつ帰ろうと私の勝手だ。ああ、また始まった。結局仲良かったのはあの間だけだったね。困った二人だにゃ。犬も食わない。まゆりちゃん、止めた方がいいかな。そうだ、まゆしーにいい考えがあるのです。いい考え？どんな考えだお。まったく、お前というやつはああ言えばこういう。責任を感じているなら少しはおとなしくしたらどうだ。おわいにくさま、あんたに対して感じる責任はこれっぽっちもありません。なんだと。何を。おい、今電子音のようなものが聞こえなかったか。聞こえたかも。まさか。あな！ちょ！ね？こうすればまた喧嘩もしなくなって二人は仲良くなるよね。まあ、まゆり、お前。ゆり、あんた…なんてことをしてくれたのだ！あ、ダメだよ、そんな興奮しちゃ。If you like this video, please give it a thumbs up, as it really helps. Thanks for watching. お前に会うためにこの世に生まれてきたんだ。俺はもう一生お前を離しはしない。うん、離さないで岡部。二度と私のことを話したりなんてしないで。話すもんか。